Hey yo! キャノンスマッシュ！実際今日もね、これやっていくんですけども、今日はですね、こちらにキャッチ・ザ・スパーキーチャレンジがね、来ているので、やっていこうと思います！はって感じだね。まあ、そんなにね、盛り上がるイベントじゃないんですけど、まあね、出されたイベントはすべて楽しくやる。それがね、公式クリエイターの定めといったところで、スパーキーのハートの勝利をつかみましょう。キャッチ・ザ・スパーキーチャレンジと言ったところでね、まずやっていきましょう。なんかね、アリーナの中央にスパーキーが、出てくるみたいな感じらしいので、ちょっと一旦ね、普通のデッキではい、やっていこうと思います。ということでやっていきましょう。いやね、ハートキャッチプリキュアしか出てこねえんだな、俺の頭の中に。俺プリキュアめっちゃ好きって話ってしたっけ。お、待って、ちょ待って、すげえスパーキーがいるぞ、変なところに。ちょ待って、許して。これ許されねえやつだな。なるほど。あれ、これ、こいつ強くない？いきなりね、キャッチされてしまってるんだけど、まあ、まずね、まず一戦、ドライヤーねんって言ったところやってくんだけど、相手エレキとか入って、対策したんだ。思ったよりびっくりするとにスパーキーかな。ね、ハートキャッチプリキュア。これがね、やっぱり浮かぶと思うんだけど、プリキュアをさ、俺、学生の時ずっと好きだったよ。どんくらいまで好きだったかっていうと、中学校の頃までプリキュア見てたんだよね。なんでプリキュア面白いかって、あれね、名言がめっちゃあるんよね。俺が特に一番好きだったのがスマイルプリキュア。スマイルプリキュアはね、プリキュア界の中でもかなりね、はい、上位に食い込んでくるんじゃないかなって個人的に思ってます。で、なんでね、スマイルプリキュア見たかっていうと、たまたまね、部活行く前にペッてつけたら電源プリキュアが1話やってて、1話やってたらさ、運命感じるじゃん。だから、それで見た。ちょっと待って。落ち着け。今、プリキュアの話してるから、プリキュアの話したいがためだけに頑張ります、これ。OK、まあいいでしょう。まあね、ちょっとこういう普通の出来だと、出てくるスパーキーが、マジで胃もたれすんな。まあね、大体ね、大体見えました。うん。大体こう、対策と傾向は見えたんだけど、ちょっと待って。これさ、チャンピオン持ってない人からしたら結構涙出るの。マイティとか絶対強いじゃん。いや、これ待って、深いすぎんぞ。おい。こんだけスパーキー出てきたらさ、嫌なんだけど。ちょっと喋らせて。でね、スマイルプリキュアってのがやってて、その中のね、キュアビューティーっていう青いね、女の子がいるんですけど、ちなみにスマイルプリキュアはマジでおもろいから、よかったらね、見てほしい。で、そのね、青いキュアビューティーが言うんだけど、寄り道や、脇道、回り道。その道すべてが、そのすべてが同じ道みたいな名言があって、まあね、主人公とかが、まあ、結構ね、こう、うまくいかない時とかに励ます言葉なんだけど、どんな道、なんかね、遠回りの道だなって思うこともあるじゃないですか、人生。例えば、なりたい職業とかがあったけど、まあね、例えばその本当に行きたい大学に行けなかったと。で、他の大学とか行って、自分のやりたい道のためには、もしかしたらね、それがね、回り道、とか、無駄なね、寄り道とか、そういう風にね、思いがちだと思うんだけど、すべてね、それは全部あなたの道なんですよ。一本繋がってんの。それを伝えてくれたプリキュアを、俺やっぱりね、推していきたい。うん。娘がね、まあ今5ヶ月ぐらいなんですけど、離乳食もね、始まったりしてて、まあね、いつかね、こう、やっぱりプリキュア見ると思うんですけど、ね、プリキュアグッズとかね、しっかり買ってね、いこうかなと思います。はい、ということで、まずね、一緒クリアしたんですけど、まあ、これ、スパーキーが出てくるので、火力出るカードを、とにかく真ん中に出していきたい。まあ、スケブ。うん。で、相手のスケブ対策のザップ。そして、エレキは、まあ、多分必須で欲しいですね。まあ、ライドラ入れてもいいね。ライドラと、エレキまで行きましょうか。で、とにかく、こちらのスパーキーを、だからあのスパーキーをこちらのスパーキーにしたいので、インドラとか、これあれだな、確かインフェが最強だったはず。こいつを真ん中に立たすとくだけで勝てるので、あとはスパーキーを用いて戦うためにもジャイとあとミニペ、うん、ミニペあたりで、火力マシマシにしときながら、まあ、レイジあたりをね、はい、使っていく。こんなデッキ一回どうでしょうか。ちょっと使ってみようと思います。さあ、行こう。キャッチ・ザ・スパーキーね。うん。この手のチャレンジね、前、ドラゴンハントってやつがあったんだけど、我がまず出します。出して、相手が何もしてこなかったら、もうこれはこのまま、うん。アドに変えていく。
これやる気ない。あー、オッケーオッケー。やってくれたらね。ジャイも出して、でもこれだけで、正直報酬、うん、もらえますね。うん。なんか、チャレンジのね、イベント系の報酬が、こう、増えるみたいな。話がね、こう、前、俺動画出したことがあるんだけど、まあね、そのうち15レベルが来るっていうのと、セットで、いい。これね、ちょっと一見、やばそうに見えるじゃん。やべっつって。思うかもしんないけど、でも大丈夫。でも大丈夫。これがありますからね、こっちには。まあ、こんな感じで対策してあげるのが、まあ、丸そう。ね、バルキリーはね、まあいいでしょう。で、ここにインフェを立てたい、俺はどうしても。どうしてもインフェを立てたい。ここら辺立ててみましょうか。まあ、普通にこのベビードラやりながら、あとはこうやってね、手を後ろに組んどけば、もう自動的に、もうこのね、ダメージゲースに勝てるやついない。うん、ということで。で、スパーキー降臨してみたいなね、うん、感じで攻略していくのが、まあ、正直、うん、いいと思います。はい。これはね、かなり、IQ が高い、立ち回りね、なっていきますね。さあ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 。このチャレンジのいいデッキなんやろな。なんやろな、これな。とりあえずライドラ出して、ちょっと待ってよ、これ、高回転インフェ。正解っぽくないですか？高回転インフェ。だって、スパーキーが来ねえもん。スパーキーが来ないってことは、対策しなくていいってこと。だと俺は思うんですよね。なので、まあ、こんな感じで出してあげて、スパーキー味方にしながら、必ず右方向に行くのかな。あとは持っていくだけと。いいですね。本当にね、チャレンジ報酬がね、やっぱね、バカにはならないですからね。やっぱりこのチャレンジ系は、必ずね、攻略動画を見てからね、やるのが、僕、私の武士道って方がいると思うので、しっかりと、チャレンジしていきましょう。さあ、これね、インフェで、うん。インフェとスケブのこのダブルプラン。これだってザップ絶対どっちかにしか使えないから、これね、どう考えても最強なんだよね。オッケー、もう無視してあげて、あとタワーに勝ち込むだけでいける。で、これでだいぶね、ヒント得ました。はい。インフェルノタワーが最強ってのが分かったので、こっからね、次も、出しちゃいますよ。結論デッキ。今日が初見なんだけど、ちょっと髪の毛がさ、これなんか変な感じでさ、誰がアウトローボーイやお前、ほんま。やかましいわ、と。いったところで、高回転にしましょう。いらねえ。あの、対策とか、マジで絶対いらねえから、スケブ、ミニペ、ザップレージ。いや、マジね、なんだろう、何がいいんだろうね。高回転で攻めれるカードっつったら、ディガーぐらいしかないんだけど、ディガーぐらいしかないけど、ホグとか、ホグとかどう？いいんじゃない？ホグ、ミニペ、スケブ。スケブすらも、まあ、ちょっといらない。うん。オッケー、これでいきましょう。これ絶対強い。俺を信じてほしい。よっしゃ、いきましょう。あと6勝。サクッとで、これ敗北制限ない。これチャレンジいる？あれ？これ、需要なくね？あ、まあまあ、一応ね、こう天才の、天才の、この攻略方法として見といてほしい。まあ、ザップがめればもうね、勝ちですから、しかもこの、インフェで、このね、出てくるやつも、すべて処理。で、ゲージで、ザッと構えとけば OK ない。エレキがね。エレキが。エレキがちょっとめんどくさいけど、これでもう一回ね、もう一発いく。わー、まざめくる。ちょっと待てよ。これまずない。これまずいぞ。待って。冗談や。冗談、冗談。許して。いや、マザネクね、ちょっと思ったんだけど、いや、持ってない人見るかなって思ってさ。全員が全員マザネク持ってると思ったらさ、お間違いですよ。スケがコミ、ミニペで、しっかりスケの、ね、攻撃をミニペに当てて、いくと。何やねん、このチャレンジ、本当に。いや、ちょっとね、うすうす分かってたよ。うすうす、実は気づいてた。このチャレンジって、さては、しょうもなくない、まあ、ただ、これでね、さらに、結論にたどり着いちまったの。これは、正直負け。
まあまあまあ、これもね、あの無駄な道とねえ、あの寄り道とかだと思うじゃん。でも同じ道なんだよ、全部俺がやろうとしてることだから、あんま攻めないでほしい。オッケーオッケー、完璧に分かりました。これはマジで完璧に分かった。こういうこともあり得るので、これを踏まえた上でですよ、俺でよかった。負けるのが俺でよかった。これマザネクがね欲しくなるんだけど、見て、持ってないんよ。そう、誰しもが持ってるわけじゃねえんだよこれ、本当にね。ってのを考えていくと、ファイヤーボールで絶対マザネク対策をします。で、レイジはいらん、レイジはいらんで、ミニペはいるで、スケブも多分いる、うん、スケブ絶対いる。もう正直多分スパーキーさえ埋めば勝てますこれ、うん、行きましょう。これで、常にスパーキーを味方にして、もうスパーキー後で勝っていく。これどうでしょうか。さあインフェ出して、これもザップ構えとけば絶対に相手が同じことしてこようが絶対に勝てる。 OK でファイアボールが、うん、めっちゃいいね今回は。さあインフェで蹴散らしてあげて、よした。ふぅ、次ラストにしよっか。結構ね、なんだこのチャレンジ、サムネ映えするだけか。よし、おーっと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 、やるじゃん結構。ただね、エベジェはね弱い。しかもこれやっぱ味方にしたらマジで強い。相手さ、なんか毎回変わったデッキがいっぱい来るからびっくりするぞ。そこいけるかな、この速い方針。速い方針捕まえて、さてインフェ。オッケー、素晴らしい。これはいけた。よーし。で、カモリ散らかして、素晴らしい。あとはもう攻めるだけですね。さあ、これ、スケブこっち出して、はいはい、これね、エレジェイとかで甘えて受けてこようとしたら、捕まりますから。これ強くない？うん。これやっとけば、まあ、まず負けなそうだなっていう、完璧に、このスパーキーが常に出てくる。これが、スパーキー・ザ・キャッチ、チャレンジ。よし。じゃあ最後ね、やっていきましょうか。まあ、マジなんだろうな。主軸いらなそうだよね。マザネクがいるから、まあ、こっちもスパーキー出しとくぐらいか。うん。アイスピバーちょっとね、止めるのに使いたいので、まあまあまあ、こんな感じでいくか。OK。行きましょう。これが結論です。はい。まずね、主軸のところはいい感じにあのみんなに組み込んでもらって、やってもらえればいいかなと思います。相手の名前は、よし、行くぞ。最近ね、ちょっとね、ジジイみたいなこと言うんだけど、最近っていうか今日の朝から、朝にね、散歩をするようにしました。はい。なんか、やっぱスマホとかをね、どうしても、まあ、スマホ離れしづらいって言ったらあれなんかな。やっぱ現代ね、スマホ見ちゃうじゃないですか、ついつい。で、スマホを見ないね、時間をやっぱ欲しいなと思って、あの、妻と娘と3人で朝、あの、散歩に行くっていう、こう、日課をね、ちょっと、作っていけたらいいなと思って。はい、やったんですけど、今日散歩。めっちゃいい。なんだあれ。散歩って、ほんとにいいな。それからね、みんなもね、やってみてほしい、散歩。騙されたと思って。さあ、これ、時間はどんくらいで湧くんだ？そろそろか。そろそろ貼っとこっこ。はい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 。いや、これはね、めっちゃいいんじゃない？しかも、スパーキー対策で、まあ、ライドラとか、エレキが入ってくるのが分かったので、このスパーキー対策に出てくるカードを次のスパーキーで回収する。これがめちゃめちゃいいことに気づきました。で、こんな感じでスパーキーで処理しながら、もう一体ね、このスパーキーを仲間に入れて、OK、素晴らしい。このダブルスパーキー、あ、これだな。うん、絶対これな気がする。なんかスパーキー見た目違うとかない？
さあこれやって諦めましたね。ちょっと気持ち良すぎるにつき、もう一試合おかわりいきましょう。さあこれでね、まあ簡単にクリアできる、っていうのと、まあスパーキーチャレンジでどんなのっていうね、あなった時に参考にしてみてください。はい、ということで壊れたシリーズね、クラブは壊れたシリーズ、最近あんまねまだ出すないんだけど制作中でございます。はい、3月ね、いっぱい出す予定です。毎回言ってるんですけど、ほんまです、これ。信じて、信じて。ということで、スパーキーがいる。ザップ使ってくるかどうか。これは逆に、ザップ使って、もう最初のね、遊びじゃねえな、これ。普通に、最初のスパーキーを全力で取りに行くゲーム。あとはね、スパーキーでもう慣れたもんよ。で、ここに、相手もね、もう泣いてる。相手に見せてやるよ、これ。正解じゃんって、絶対相手なってるもん。それ、マジで正解だなって。泣いてる。泣かせちゃった。で、スパーキーを、2、スパーキーをつけて、1スパ、2スパ、3スパ、4スパ。スパーキーの後衛はね、スパーキーが一番強いんよね。この見て、インフェのこの残りが。残りがで、やりきれないけど、まあまあまあ、スパーキーが残ってる間に、次のスパーキーも出していく。これめっちゃいいでしょ。おい、これ画期的だぞ、本当に。最初の2試合ぐらいやめたいもん。初手でこれ出せたらな、めっちゃよかったな。もう一回だけやって終わるわ。最後。よし。これはね、マジ負けねえぞ。まず、最初のスパーキー見極めて、スケベでまず、はい、ジャブ打ち。で、相手も、結構できるタイプだね。ただ、こっちトラ、こっちトラね、ライドラね。ライドラ強いね、結構やっぱ。取れなくても、取られてもいいって感じのね、やっぱ見えますよね。いや、そいつが消えてくんねえと、次のスパーキーが出せないから、これ一旦ね、放置して、はい、これ絶対取れます。100。ザップ打たれると。ただ、見てください、この、サブプランあります。あ、アップねえ。やられたかと思った。素晴らしい。オッケー。そのザップ持ちに対しても、このインフェとスケブの二刀流があることによって問題ない。そしてこのスパーキー対策に出てきたカードも、一旦かわしてからの、こちらのスパーキー。で、なんならね、ライドラをね、こんな感じでキング起動してあげて、なんか出るも遅かったな、それな。まあいいや。で、スパーキーをさらに仲間にします。これは勝ったな。マジで余裕だ。オッケー。まあ、スケブこっちに出しといてあげて、インフェも、まあ、高めに出しておきます、これ。なんかライドラ来た時とかに、もう、処理できるように。素晴らしい。これさ、ライドラ来てもさ、マジで全然いけるもんね。結構やるじゃん。結構俺のこのスパーキー艦隊を前にしてはやってる方なんだけど、これライドラ来た場合、ファイボで飛ばせる。スパーキー出して、これの相手ライドラで来るんで、僕分かってる。これはミニペで、殴り勝つ。オッケー、素晴らしい。そっか、そこのあれか。こいつ、ちょっと手前にノックバックさせて。焼かせて待ってなるほどね。ちょライドラがだるいぞ。どうしよう。もうやっぱインフェが強すぎて取ればするんだよ。ライドラが対策、ライドラ対策で何かが足んないよな。あ、でも、それしてくれるんだったら、全然 OK。で、ファイブ使って、さっさと処理する。で、スパ
カーキーがまた出てくる。OK、素晴らしい。ここだ、絶対ここ。待って、ライドラが。やばい、こいつ。マジで、やっていいこととダメなことの区別がついてねえな、これ。このチャレンジでライドラってさ、ダメじゃね普通に考えて。まあ、でも、見てください。はいはいはい。フェニックスとか、まあまあまあ、いろんなカードに入れて対策してください。OK、それは甘えた。それはマジで甘えてくれな。ここでいける。ライドラ切って、ザップ使っといて、マジでライドラに何回やられてんの俺。 OK、 そっちはいける。これおい、スケが削ってスケが削ってスケが削ってファイボで削って火削って、走っていくだけ、走っていくだけ。あとライドラ、ライドラ強すぎてライトニングの方がいいかもしんないな。なんか普通に持ってかれそうじゃないこれ。あぶね、うん、タイブレークありますマジで。まあ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 、まあ、ライドラ対策に、まあ、マスケとか、うん、ライトニングとか、まあ、このインフェとスケブのね、このギミックさえ採用してもらえれば結構いいんじゃないかなと思います。まあね、マジで言うと、まあスパーキーをいかに仲間にするか、そっちに集中した方が結構いけんじゃないかなといったところで、このね、トークンもあるし、もういい、もういい、もういい、もうやめます。お疲れ様でした、皆さん。